それではミニアクティビティに行きたいと思います、リスニングのところはちょっとやることができませんのでスピーク and write のところで行きたいと思いますけれども、まずですねこの、2つ絵があるんですね。 So number one、What do you say in the picture?、はい、絵の中にねあなたが何が見えるかっていうと、How's the weather? It's raining, right? It's rainingAnd then I see four people in the picture, and the three people are using、their umbrellas, right? ね、傘を差していますよね。But the boy running in the picture, he doesn't have his own umbrella, so that's why he has to run.っていう感じですね。なので走らなきゃいけない、ね、この男の子がああっていうふうにもし言うとしたら何て言うと思いますか皆さん。うん、傘持ってたらよかったのにっていう感じが伝わってくると思いますね。一応ですねこれいつも回答例っていうのがあるのは絶対にそうとは限らないよっていうことだと思うんですけれども、これはもうねこれはまず一つだろうと私も思うんですけど、 I wish ですね。I wish の後に I、 はい、次は何でしたか皆さん、 had ですね。 I wish I had、 ここが仮定語になってますね。持ってたらよかったのにということですよね。 I wish I had an umbrella ですね。はい、傘を持ってたらよかったのにと言いながら走ってるっていう感じがこの伝わってきますね。さあ、2番ですね。So, what do you see in the picture? はい。She is looking at the poster, about a concert, probably, on December 3rd ですね。12月3日にある、なんかコンサートのポスターを女の子が見ているんですね。But, I think,on the same day, she has an exam. She has a test or something. So, この女の子、模試があるので、このコンサートに行けないっていう感じですよね。なので、これはですね、答えが、いくつか答えられると思うんですけど、まず一つ目はですね、コンサートに行けたらいいのになーっていう感じ。これがまずあると思いますね。なので、I wish、はい。もしじゃあ皆さんコンサートに行けたらいいのにっていうふうに言ってると考えるとどうなるのかなっていうと、 I wish 行くことができたらいいのになっていう感じですよね。だから I wish I could ですね。この後は分かりますよね。 Go to the concert になるんですね。いいかな。じゃあもう一つなんですけど、そもそもテストなかったらいいのになっていうのもちょっと思いませんかこれね。もうテストそもそも受けたい人多分世の中にいないと思うので、この言い方になるとどんな風になるかっていうと、これ there were っていう文章を使っても言うことができるし、もう一つの言い方としては、私がテストを持っていなかったらいいのにな、その日にっていう感じも言うこともできますね。I wish。でもこの場合はちょっと回答例に合わせて there を使って言ってみようと思いますね。はい、そうすると there の後には何を使うのかなっていうと、I wish there were ですね。There were で、テストがなかったらって言いたいわけなので、この場合は No exam または No tests っていうふうにしますね。これもやったと思うんですけど、 No っていうのが来ていた場合に、この後ろに来る名詞は複数形になるものの場合は実は複数を書くということがありますので、ここ No だから何もないからって言ってテストとかね、単数複数形にできる名詞なのに裸のまま書くっていうことはちょっとできないので注意してくださいね。 No apples, no bananas, no tests ですね。もうこういう風にしてもう暗示をかけるように覚えてしまうと No の後、あ、No apples で S つくんだったと
思い出せるので、口を使ってね、たくさん勉強してくださいね。No test、on that day、 その日に、 on that day、 その日に、テストがなかったらいいのにっていう感じですね。 I wish there were no test on that day。 はい、そして、まあ、私がさっき言っていた I wish、 私はそう思う、そう wish、 願いたいということで、これは私がその日にテストを持っているっていう方もできます。なので I wish の後は I had、 持っているの過去形を使わないとその仮定法にならないんですね。で、この場合は持っているわけじゃないんですね。 No test っていうふうにテストがないという状況を持っているっていう感じで考えてほしいんですけど、 I wish I had no tests、 その日に、テストがないっていうことですね。持っていなかったらいいのにという文章になりますね。この2番目のシチュエーションっていうのは、こんな感じで3つぐらい言うことができるかなと思いますね。I wish I could go to the concert、コンサートに行けたらいいのにっていうふうにこの女の子が言う場合、それから I wish there were no test on that day、 その日にテストがなかったらいいのにっていうことですね。 No が入ってるので、そして一番最後、 I wish I had no test on that day、 私は、ね、その日にテストを持っていなかったらいいのにっていう感じで、この I wish I had no test って言い方でもそのテストがないっていう状況を願っているということになるので、 I have an exam tomorrow って言い方ができるんですね。私明日テストあんのよっていう時に I have an exam tomorrow って言い方が英語ではできますので、これも可能な表現になってくると思いますね。はい、それでは2番ですね。もし今自分がどこでも好きな場所にいられるとしたらどこにいたいか、そしてそこで何をしたいか、2ボックスを参考に、自由に想像しましょうということですね。ユニット6をやっている子はみんな受験生ね、もうかなり受験生、夏休みも終わって大変だと思うので、もうこういうふうに逃亡したい気持ちになっているかもしれないので、 I wish I were っていろいろ思いつくと思うんですけれども、2ボックス、1番ですね、 Be at home in bed。 So this is、the example of number 1. I wish I were at home in bed now. If I were thereI would sleep for 12 hours. Wow! めちゃくちゃお疲れの方ですね、このお嬢さんね。はい、これは教科書に例文がありますので書かないですけれども、もしね、今家にいて、ね、ベッドの中にいたら、うん、If I would sleep for 12 hours.12時間は眠れる、眠るだろうにっていう感じですね。はい、じゃあ2番からいきたいと思いますね。 Number 2ですね。 Be on the、beach ということですね。 Be on the beach。 まず一番最初の文章というのはこの例文通りでいくと I wish からスタートしますね。はい、まずこれがキーセンテンス19で習った I wish なんですけども、この I wish とこの be on the beach っていうのをくっつけるとどうなるかというと、 I wish I、 そしてその次ですね、 I were ですね、はい、I were on the beach、 場所ですね、 on、 I wish I were on the beach。これで、ビーチに行ったらいいのにということですね。これはすみません。ピリオドですね。I wish I were on the beach。さあ、そして次の、例文見てみると、If I were there、ここは実は変わらないんですね。If I were there、ここまでは変わらなくて、この後ですね。はい、2番の場合はどうなるかというと、ビーチにいるんですよね。それなので、まあ、この人としては I would swim in the sea
っていう感じで、僕は海で泳ぐだろうにというのが、まあ、自然な流れだと私も思います。 I will swim ですね、泳ぐ。そして in the sea、 この場合は海で泳ぐ。 I will swim in the sea ですね。はい、なのでここは、ちょっとここ例文のこの部分は変えられないというところ、ちょっとこの緑でしときますね。こんな感じですね。この部分はもう固定されてる、クエスチョンなので、今回のこの問題がね、これ以外が変わっていきます。はい、それでは3番ですね。ここはもう変わらないのでこのまま使わせて、いただきますけれども、 I wish の後ですね、今度は I were 何でしょうかっていうと in Italy になりますね。I wish I were in Italy。 イタリアにね、いたらいいのにっていう感じですね。私はイタリアにいたらいいのにな、あ、今イタリアにいればいいのになっていう感じで、この子はイタリアにいたら何をしたいかっていうと、そう、 Look at the picture。 So she is eating pizza ですね。なので、もし私がそこにいたら I would の後には何ですか？ drink or eat。 eat が来ますよね。 I would eat。 その後に pizza。 この場合は私はピッツァでもいいと思うんですけれども、一応、イタリアンフーズっていうふうになってますね。まあ、ピザを含むイタリアの料理ということで、イタリアンフーズというふうになってますね。By looking at the picture, I would say, I would eat pizza.、うん、ピザでも全然いいと思いますよ。さあ、これが、3番ですね。ちょっとここ変えてないんですけれども、今のが3番ですね。OK。はい、それでは4番ですね。ここが今度4番になりますね。全然変わりません。I wish I は今度の4番の男の子はどこにいたいかというと、時代が変わっちゃうんですね。 In the Edo period。 ですね、江戸時代にいればいいのになっていうことを言ってますね。これね、江戸時代の人と何してるかっていう、これ握手してると思うんですけれども、Shake hands で握手をするという意味ですね。なので、もしね、江戸時代にいればいいのにな、もしそこにいたら I would、 この後なんですけれども、握手をするのに Shake hands、 誰となんですかっていうと、ここにある絵はですね、武士、まあ、侍って言ってもいいと思いますけれども、with 武士というふうになってですね、with a 侍っていうふうにして、私だったら侍っていう感じにするかなと思いますね。武士とか侍っていうのは、これはもう完全に日本語ですよね。なので、まあ、一人の侍と握手をしたいっていう感じで、I will shake hands with a samurai っていうのが私の一応答えになると思いますね。これが4番ですね。なので I wish、ね、キーセンテンス19で習った I wish I were rich みたいな言い方、それから20で習った If I were there とか If I were you とか、そういうふうに、もし私があなただったら、私がそこにいたらっていう感じで仮定する場合には、この B 動詞は必ず were になるっていうことでしたね。そしてこの仮定したもし何々だったらに続く説っていうのも、やはり過去形を使わなければいけないんですね。で、この場合っていうのは助動詞を使って、
こういうことをするだろうにとかですね、そういう可能性だとか、そういう意思だとか、そういうものを伝えたいことが多いので、助動詞が入ってきて、I will shake hands with a samurai っていう感じになってきますね。この、ここになぜ助動詞が使われるかっていうのは、これは条件だからですね。この条件に対して何々するだろう、もしこれが仮定法で、この過去形を使わない場合だったとしても、やはり助動詞を使って言いますよね。 If you ask me, you know, if you ask me something, I will help you、ね、もしあなたが何か頼んできたら、私はあなたを助けるよっていう時も I will help you というふうに言いますよね。だってするよっていう言い方はできるんだけれども、私は助けるっていうふうに言い切ることはできないんですよね。だって今していないわけなので、なのでこのそういう時にも使っている I will っていう言い方が、この仮定法の過去形、もし何々ならっていうふうに現実とは違う想定を言っている場合には、こちらの文章の助動詞も will が would に変わるっていうことですね。これが、仮定法になります。そう、次ですね、ペアになって1で書いた文を伝え合い、相手の話した内容を発表しましょうということですね。まあこの文章じゃなくても学校でねやられると思うんですけれども、ペアになっていろいろね、この if の文章を作ってほしいなと思います。私がやっぱり一番単純でいいなと思うのは、私が金持ちだったらっていうので、ね、私は何かを買うだろうっていうのは一番多分みんなが想定しやすいのかなと思います。あと例えば私がすごい若かったらとかですね。でも中学生の場合、若いとかね、年を取ってるとかあんま関係ないかなと思うので、いろいろちょっとね想定して、やってみてくださいね。まあ私がお金持ちだったらっていうのが一番仮定法の仮定しやすい、中学生にとって仮定しやすいかなというふうに私は思っています。 OK! So that's all for today. Thank you so much.